ロシア国内は大混乱となっているようです。お疲れ様です。パーソナリティの春菜です。動画をご覧いただきありがとうございます。さて本日のテーマは、ウクライナが快進撃、ドローン攻撃によりロシア国内が壊滅的状況に、お送りします。ウクライナ軍の反撃が本格化。2024年4月、ウクライナ情勢は膠着状態から一転して、ウクライナ軍による反撃が本格化しています。ウクライナ軍は各地でロシア軍に攻勢をかけており、ロシアが不法占拠しているクリミア半島やロシア国内のタタールスタン共和国にある軍事拠点も攻撃対象となっています。4月20日、ウクライナ海軍はクリミア半島のセバストポリにあるロシア黒海艦隊の司令部コミューナを攻撃し、施設内で火災が発生したと発表しました。セバストポリ市長のミハイル・ラズボジャーエフ氏は、攻撃によって小規模な火災が発生したものの速やかに消火したと主張しています。しかし衛星画像からは司令部の建物が大きく損傷している様子が確認され、ロシア側の発表には疑問が残ります。一方で4月21日にはタタールスタン共和国の首都カザンから約 100km 離れたエラブガにあるロシア軍向けの爆撃機部品製造工場がウクライナ軍のドローン攻撃を受けました。この攻撃により工場の一部が破壊され、ロシアは生産ラインが停止を余儀なくされています。ウクライナ国防省報道官のイホール・コナシェンコフ大佐は、この工場はロシア空軍のツポレフ 22M3 戦略爆撃機やスホイ 34 戦闘爆撃機の重要な部品を製造しており、我々はロシアの軍事力に大きな打撃を与えたと述べました。これらの攻撃はウクライナ軍が本格的な反撃を開始して以来、ロシア領土に対する最も激烈な攻撃の一つとなりました。ロシアメディアによると、タタールスタン共和国では4月2日早朝にもウクライナ側のドローンによる攻撃があり、エラブガの経済特区アラブカとニジネカムスク市の石油施設が標的になったとのことです。特にニジネカムスクの製油所はウクライナ前線から約1300キロ離れたロシア国内最大級の施設であり、ロシア経済に大きな打撃を与えるものとみられています。またこれだけ離れた場所でも攻撃を受けると知った国民が恐怖に怯えているようです。ロシア軍の防空体制に弱点。このようにウクライナ軍の反撃が成功している背景には、ロシア軍の防空体制の弱体化があると考えられます。ロシア軍は今年に入ってからペリエフ A50 早期警戒管制機を2機、 S400 地対空ミサイルシステムを3セット失っています。これらの損失により、ロシア軍はウクライナ軍のドローンやミサイル攻撃に対して脆弱な状況に置かれています。特に A50 早期警戒管制機の損失は痛手で、ロシア軍の情報収集能力や指揮統制能力の低下につながっているとみられます。防衛研究所の主任研究官である土屋氏は、 A50 は電子戦能力を備えた重要な機材で、その損失はロシア軍にとって大きい。ウクライナ軍のステルス性の高いドローンを発見できず、攻撃を許してしまった可能性があると指摘しています。また S400 の損失も看過できません。 S400 はロシア軍の最新鋭の地対空ミサイルシステムであり、その損失はロシアの防空体制に大きな穴を開けたと言えるでしょう。元航空自衛隊幕僚長の田母神俊夫氏は、S400 の損失はロシアの防空網を突破するウクライナ軍の能力の高さを示している。今後ロシア軍はさらなる攻撃を受ける可能性が高いと述べています。ロシア軍の防空体制の弱体化は今後の戦局に大きな影響を与える可能性があります。ウクライナ軍の反撃が続けば、ロシア軍は占拠地域での立場が徐々に悪化していくことが予想されます。プーチン大統領は確実に追い詰められつつあるのです。ウクライナ軍のドローン攻撃が激化。ウクライナ軍はロシア国内の重要施設、特にエネルギー関連施設や軍事施設を標的としたドローン攻撃を活発化させています。4月に入ってからはロシアの8つの州で燃料貯蔵施設や変電所などに攻撃を仕掛けました。そして4月2日にはタタールスタン共和国のエラブガにあるロシア軍のドローン製造工場が攻撃されました。この工場ではロシア軍が使用するオーロン10偵察ドローンが製造されていたとされます。ウクライナ国防省はこの工場の破壊によりロシア軍のドローン運用能力が大幅に低下するだろうとの見方を示しています。
つまりウクライナはドローン攻撃により相手のドローンを破壊していっているのです。さらに4月21日には先日の通りエラブガのロシア軍向け爆撃機部品製造工場がドローン攻撃を受けました。この工場はロシア空軍の主力機であるツポレフ 22M3 戦略爆撃機やスフォイ34戦闘爆撃機の重要部品を製造する施設で、ロシアの航空戦力に大きな影響を与える可能性があります。また4月25日にはサマラ州ノボクイ・ブイシェフスクの製油所がドローン攻撃を受け、大規模な火災が発生しました。この製油所はロシア国内最大級の施設の一つで、日量約80万バレルの原油を処理しています。ロシアのエネルギー省は火災によって製油所の操業が停止し、ガソリンや軽油の生産に支障が出ていると発表しました。これらの攻撃はロシアの軍事力や経済に大きな打撃を与えるものとみられています。ロシア政府はウクライナ軍のドローン攻撃をテロ行為と非難していますが、その一方で自国領土で相次ぐ攻撃を防げない状況に焦りを隠せないようです。ドローン攻撃はウクライナ側に人的な被害を出すことなく進められるため、非常に有効な手段であると考えられています。制裁とウクライナ軍の攻撃でインフラが寸断。ロシア経済はこうしたウクライナによる攻撃だけでなく、国際社会からの制裁とのダブルパンチにより大きな影響を受けています。特にロシアの金融機関が中国の銀行との取引を停止されたことで、ロシアの国際的な金融取引が困難になっています。中国の複数の銀行は4月初旬、ロシアの主要銀行であるズベルバンク、VTB、ガスプロムバンクとの取引を停止しました。これは米国の制裁リスクを避けるための措置とみられています。中国の銀行との取引停止により、ロシアは国際的な資本決済に大きな支障をきたしています。エネルギー経済研究所の研究員である森川雅之氏は、中国の銀行との取引停止はロシア経済にとって非常に大きな打撃になる。ロシアの貿易決済の多くは中国の銀行を経由しているため、代替手段を見つけるのは容易ではないと指摘しています。またウクライナ軍のドローン攻撃によるインフラ破壊もロシア経済に深刻な影響を与えています。サマラ州の製油所攻撃では、ロシア国内の燃料供給に混乱が生じ、一部の地域ではガソリン価格が急騰しました。ロシア政府は戦略的石油備蓄を放出して価格の安定を図っていますが、長期化すれば経済活動に大きな支障が出ることは必至です。さらにドローン攻撃による電力インフラの破壊は、工場の操業停止や鉄道の運行障害などロシアの産業にも波及しています。ロシア鉄道は4月27日、ウクライナとの国境に近いブリャンスク州での変電所攻撃によって、同州の貨物輸送が一時的に停止したと発表しました。この影響で、ロシア国内の物流網が寸断され、サプライチェーンに大きな混乱が生じています。ロシア経済は、制裁とウクライナ軍の攻撃によって、長期的な低迷が避けられない状況に陥っています。プーチン政権は、この難局をどのように乗り越えていくのでしょうか。ロシア国民の不安が高まる中、政権の正当性が問われる事態となっています。アメリカがウクライナ支援を強化。アメリカ議会はウクライナ支援のための2023会計年度補正予算案を可決しました。この予算案はウクライナへの軍事支援や人道支援、経済支援などを盛り込んだ総額約1100億ドル、約13兆7500億円の大型支援策となっています。内訳を見ると、軍事支援に約400億ドル、約6兆円、人道支援に約150億ドル、約2兆円、経済支援に約250億ドル、約3兆5000億円が計上されています。また、ウクライナの戦後復興を支援するための基金にも、約300億ドル、約4兆5000億円が充てられました。この予算案は、ウクライナの戦争遂行能力を大幅に向上させるものと期待されています。特に軍事支援では最新鋭の兵器や装備品の供与が予定されており、ウクライナ軍の反撃をさらに加速させる可能性があります。さらに2024年4月24日にはバイデン大統領が数百億ドル規模の追加支援を行うというウクライナ支援法案に署名しました。これに対してバイデン大統領は、米国のパートナー国が自国の主権を脅かす脅威から自国を守れるよう重要な支援を提供すると述べています。このように米国による強力な支援が続けられることにより、
ロシアは窮地に立たされることとなっているのです。アメリカがウクライナに続々と戦闘機などを供給。アメリカ政府はウクライナ支援の一環として F-16 戦闘機の供与を決定しています。国防総省が発表した声明によると、ウクライナ軍に最大で32機の F-16 戦闘機が供与される予定で、早ければ6月にも引き渡しが始まるとのことです。 F-16 はアメリカ軍を代表する多用途戦闘機で、高い運動性能と多様な兵装能力を持っています。ウクライナ軍は現在、旧ソ連時代の戦闘機を主力としているため、F-16 の導入は空軍戦力の大幅な近代化につながります。また F-16 はロシア軍機に対して十分な対抗能力を持つことから、ウクライナの制空権確保にも大きく貢献するとみられています。ウクライナ空軍のユーリー・イフナト報道官は、F-16 の供与は我々にとって天からの贈り物のようなものだ。これによりロシア軍機に対する優位性を確立できると歓迎の意を示しました。一方でロシア外務省のマリア・ザハロワ報道官は、アメリカがウクライナに F-16 を供与することは戦争のエスカレーションにつながる危険な行為だと非難しました。F-16 の供与はウクライナの戦局を大きく変える可能性があります。現在ロシア軍は制空権を保持していますが、F-16 の投入によってその優位性が揺らぐことが予想されます。また F-16 の精密爆撃能力はロシア軍の補給線や指揮統制施設を攻撃することを可能にし、ウクライナ軍の反撃をさらに加速させるでしょう。軍事評論家は、 F-16 の供与はウクライナの空軍力を飛躍的に向上させる、ロシア軍にとっては非常に厄介な存在になるだろうと指摘しています。また元空将の小田邦夫氏も、 F-16 はウクライナ軍の反撃を支える重要な戦力になる、ロシア軍は制空権を失う可能性があると述べています。さらに4月24日に署名したウクライナ支援法案では、第1弾としてウクライナへの10億ドルの兵器供給を承認しています。これには車両、対空ミサイルスティンガー、高機動ロケット砲システム向けの追加弾薬、155mm 砲弾、対戦車ミサイルシャベリンといったものが含まれています。特にスティンガーやジャベリンはゼレンスキー大統領が熱望していたもので、これによりウクライナがさらに反転攻勢を強めていくとみられています。移民労働者の減少でロシアは深刻な人手不足に。ロシアのウクライナへの侵攻は人材の面でもロシアに大きく影響しています。ロシア国内では移民労働者の減少により深刻な人手不足が発生しているのです。ロシア内務省の発表によると、2023年の移民労働者数は前年比で約 40% 減少しており、約50万人にとどまりました。建設業や製造業、物流業、サービス業など移民労働者に依存していた産業では人手不足が深刻化し、企業活動に大きな支障が出ています。モスクワ市内の建設現場では人手不足によって工期の大幅な遅れが発生しています。ある建設会社の経営者は、これまでウクライナからの労働者に頼っていたが、今は全く足りない、工期が2倍以上に伸びており損失が膨らんでいると嘆いています。またサンクトペテルブルクの物流会社では、トラック運転手の不足により配送の遅れが常態化しています。同社の幹部は、ウクライナ人ドライバーが激減し、代替要員の確保が追いついていない、顧客からは連日苦情が寄せられていると述べています。ロシア経済省は、人手不足による経済損失は年間で約2兆7000億円に上ると試算しています。エカテリンブルク市のアナトリー・チュブキン市長は、移民労働者の減少は我々の経済に深刻なダメージを与えている、早急な対策が必要だと訴えています。ウクライナ軍の攻撃でロシアの物流網が寸断、さらにウクライナ軍のドローン攻撃はロシアの物流インフラにも大きな打撃を与えています。先ほどご紹介したブリャンスク州での変電所攻撃では、同州の鉄道貨物輸送が一時的に停止し、ロシア国内の物流網が寸断されました。この影響はロシアの企業活動にも波及しています。自動車大手のアフトワズは、部品の供給停止によって一部の工場の操業を停止せざるを得ない状況に陥っています。同社の社長は、物流の混乱で必要な部品が届かず生産ラインを止めている、早期の正常化を望むが見通しは立っていないと述べています。またノボシビルスクの食品卸売会社では、鉄道輸送の停滞によって在庫切れが相次いでいます。
同社の営業担当者は、ウクライナとの国境に近い地域からの商品供給が滞っている、品切れを起こさないようあの手この手で在庫を確保しているが限界に近づいていると語っています。ロシア政府は物流の混乱を解消するためトラック輸送への補助金支援などの対策を講じていますが、抜本的な解決にはほど遠い状況です。サンクトペテルブルク国立経済大学の教授は、物流インフラの破壊はロシア経済の大動脈を断ち切るような影響がある。戦争が長引けば企業活動の停滞は避けられないと指摘しています。ロシア経済は人手不足と物流の混乱という二重の危機に直面しています。これらの問題は戦争の長期化によってさらに深刻化することが予想され、ロシアの企業活動や国民生活に大きな影を落とすでしょう。そしてこうした状況によりプーチン政権の求心力が大きく低下しています。世論調査会社のレバダセンターが4月に実施した調査では、プーチン大統領の支持率は就任以来最低の 35% まで落ち込みました。背景にはウクライナでの戦況の悪化があります。ロシア軍はウクライナ軍の反撃によって占領地の多くを失い、戦線は大きく後退しています。この状況にロシア国民の間では侵攻の意義を問う声が高まっています。モスクワ在住の会社員は、息子を戦争で失った、一体何のための戦争なのか、プーチンは説明責任を果たすべきだと訴えています。また経済の疲弊も国民の不満を増大させています。制裁とウクライナ軍の攻撃によって物価の高騰と雇用の不安定化が進み、国民生活を直撃しています。サンクトペテルブルクのタクシー運転手は、仕事は減る一方で生活はますます苦しくなっている、このままでは家族を養っていけないと漏らしています。政権内部でも戦況悪化への懸念と経済政策への不満が広がっているとされます。ロシアの政治アナリストは、プーチン大統領の側近からも戦争継続への疑問の声が上がっている、経済面での失勢も指摘されており、政権内の結束は乱れつつあると指摘しています。このようなロシアの状況やアメリカの支援、ウクライナの快進撃については、海外からも多くの声が寄せられていましたのでご紹介します。海外の反応。アメリカの追加支援はウクライナの自由と独立を守るため不可欠だ。ロシアの侵略を許してはならないからね。ウクライナの主権と領土の一体性を守るため、国際社会はもっと結束していこう。ウクライナ軍のドローン運用能力の高さには驚かされる。限られたリソースの中でイノベーションを生み出し、ロシアの火力を相殺している。ウクライナ国民の創意工夫と適応力は称賛に値するね。ドローンは現代戦の形を変えつつある。ウクライナの経験は世界の軍事にも影響を与えるだろう。アメリカの支援なくしてウクライナの勝利はない。バイデン大統領の決断を高く評価したい。民主主義を守るためには同盟国の結束が不可欠だ。プーチンの野望を打ち砕くため、ウクライナに最大限の支援を続けるべき。ウクライナ軍のドローン部隊の活躍はすごいね。最新鋭のロシア軍の電子戦システムを破壊したらしい。勇敢なウクライナの兵士たちに心からのエールを送りたい。ウクライナ国内でのドローン製造が急速に進んでいることに驚いた。戦時下で新興企業が次々と立ち上がり軍を支えている。ウクライナ国民の団結力とバイタリティは素晴らしい。平和が訪れた暁にはこの経験がウクライナの発展の原動力になるだろう。世界の平和と安全のために戦うウクライナを私たちは決して見捨てない。プーチンの暴挙を止めるため、ウクライナに最新鋭の武器を提供し続けるべきだ。プーチン政権はもう終わり？プーチン政権は戦況の悪化と経済の疲弊という2つの難題を抱えています。この状況を打開するためには、戦争の出口戦略と経済再建計画の策定が不可欠です。戦争についてはロシアが目標としていたウクライナの非武装化は事実上達成不可能な状況となっています。一方でロシア国内での戦争への反対世論を考慮すると、単純な撤退も選択肢とはなり得ません。プーチン政権は名誉ある撤退とも言える形で戦争を終結させる必要に迫られています。経済再建については制裁解除が大きな鍵を握ります。ただし制裁解除にはウクライナからの完全撤退が条件となる可能性が高く、そう簡単には実現できないでしょう。当面は国内の生産力強化と新たな貿易相手国の開拓によって経済の立て直しを図ることが求められます。プーチン政権は
これらの課題に対する具体的な解決策を早急に示す必要があります。失政への批判を放置すれば、政権の求心力はさらに低下することは必至です。プーチン大統領の政治的リーダーシップがこれまで以上に問われる局面を迎えています。一方で、プーチン政権の崩壊がロシアに混乱をもたらすリスクも指摘されています。もしプーチン政権が崩壊すれば、権力の空白が生じる恐れがあります。プーチン大統領はあまりにも長く国を掌握しすぎました。そのため、もしプーチン政権が倒れた場合、国内はそれはそれで混乱すると見られているのです。そうしたことを考えると、もうロシアという国はどうしようもないのかもしれませんね。あなたはこうしたロシアの現状についてどう思いますか？ぜひ意見や感想をコメント欄にお寄せください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またあなたとお会いできることを楽しみにしていますね。